out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. おはようございます。今日は朝から毎日日課の散歩からスタートしております。沖縄2日目なんですけど、今日は離島に行くっていうのが一番の目的ですね。で、1万円企画も継続中なんですけど、夕食の1万円企画がいくらだったのかちょっとご紹介いたします。昨日の1万円企画、最後の、 夕食なんですけど、大体2000円ちょっとぐらい、残りが5500円ぐらいですね。で、5500円でちょっと2日目ちょっと挑みたいと思いますんで、1万円企画もこのまま継続でちょっとやっていきたいと思います。今日の朝ごはんチャレンジ、まさかの770円来ました。最高の滑り出し来ました。のフェリーに今乗り込もうとしてますが、ギリギリ遅刻をするかもしれない状況。ギリギリです。なんとかセーフなのか。失礼します。めちゃくちゃギリギリです。ギリギリです。いや、でもまだ行けそう。こんなに人が集まってるから大丈夫です。まだまだ大丈夫そうな。よかった、間に合わんかと思った。確かに。サナミです。フェリータイム6000円。あ、同じ片道これです今からザマミのメインストリートに、これがザマミのメインストリート。うわぁ、いいな。うわ、いいね、ここカフェか。うわぁ、ご飯カジキカジキカジキ、美味しそう。あ、ここ結構あれ飲食店街って感じだね。深夜食。うわー、ザマミ役場。ここがザマミの役場。唯一のスーパーなはず。105ストアでちょっと軽い食料をゲットしたいと思います。105ストア、すいません、お待たせして。とりあえずのちょっと軽い昼飯で
ポーク卵おにぎりとお水と柿の種をゲットしました。これでだいたい500円ぐらいですね。行きました。ここでウミガメチャレンジをします。ウミガメを、あ、こんな感じね。絶対追いかけないでくださいね。いや、追いかけるよ。追いかけちゃダメな。話死ぬほど追いかける。全力で追いかける。大炎上。追いかけちゃダメなんだ、ウミガメ。わかんない、書いちゃった。遠くからやったらいいと思って。すごいな、これは。うわ、見たいな、マジで。ね、探しましょう。うん、まだ一回も見たことない。つけたいと思います。
向かいたいと思います。やっぱ上の方って確かに風もなんかいい感じ、気持ちいい。ちょっとザマミの街並みを散策しております。このなんかね、昭和っぽい雰囲気がめちゃめちゃいいですね。この感じ懐かしいな。やっぱ田舎出身なんでこういう道結構好き。めっちゃ晴れてきたな。すごい。あ、こっちか。なるほどね。うん、なんか見えるすごいとこだな、マジで。It's in the system, it's in our blood. You cannot keep me from looking for love. Don't wanna hide it, ain't gonna lie. I'm on the run till the day that I die. All we are is delicate people. Handle me with... えぐい晴れてる。さあ、ある程度島を一周してきたんで、これでちょっと帰りのフェリーに乗りたいと思います。帰りのフェリーが5時なんで、それに乗りたいと思いますが、めちゃくそ晴れてる。やばい、気持ちいい。最高。 I got this picture in my closet. It's gathering dust right now.Edges have been folded once or twice.